はい、マキオでございます。ということで、今日は3月25日と、金曜日、家に帰ってきて、やっと今落ち着いてですね、ちょっとネットを見てたんですけど、グランツーリスモ、緊急アップデートということで、なんか2時間メンテナンスしてたみたいですね。で、内容をこう、いろいろ確認してたら、まあ、前回のアップデートですね、なんかいろいろ反響があったらしく、ね、マキオさんはちょっとそのお祭りには参加できなかったんですけどね、エルデンリングやってたんで、なんか、あれでしょ？前回のアップデートで、お金を効率よく稼げた、レース、それの賞金を減らされたりとか、まあ、お金が稼ぎにくいという状況のアップデートにされたと。で、まあね、マキオさんみたいにゆっくりまったり遊ぶ人とかね、まあほとんどマキオさん信者と言ってもいいぐらい、ワンからずっとやってるんで、まあそこまでね、ガツガツした感じじゃないんですけど、まあゆっくりお金貯めて買えばいいじゃんっていうようなユーザーなんで、ただやっぱりね、いろんな遊び方ね、考え方の人、いろんなプレイのプレイスタイルがありますんで、まあね、車をコレクターしたいっていう人はもうお金を貯めないとね、なかなかこうゲットできませんからね、ちょっとこれそれないんじゃないの？フルプライスで買ったのにみたいな、そういう方もやっぱりたくさんおられると。で、まあシステム的に中古がね、日替わりかな、ちょっとあんまりまだ全然やってないからあれですけど、まあその買いそびれたら次入手するのが大変だとかね、まあいろいろなんかありますよ。けどまあ問題になってるのはそこら辺じゃないかなと、一部ユーザーのクレームじゃないね、要望っていうか、まあマキオさん的にもね、すんなり、車がいっぱい買えたら嬉しいですからね、それは。で、まあ不平不満がこう溜まって、皆さんがプレイヤーがもうどんどん意見を言ったりね、結構荒れたらしいんですよね、お祭りだったと。で、そこで今回、公式からまあ、さっき2時間ぐらいなんかアップデートメンテナンスが入って、まあ今回のいろいろな意見と、ユーザーが求めてる方向性とはちょっと違う形でしたよと、ごめんねっていう山内の方からね、なんか来たみたいですね。山内さん。まあ、山内ワールドですからね、グランツーリスモはね。わかりますけどね。まあ、だけど、マキオさんはね、結構満足して楽しんでるんですけどね。まあ、いろいろね、意見を言ってくださったね、他のユーザーさんのおかげでね、こうしてアップデートが入って、アップデ内容をお詫びしと、前回のアップデートの内容をお詫びして1億クレジットの無料配布を発表と。1億円入ってるのかな。で、今後、賞金ですね、賞金の倍増ね、そして車が、そうそう、中古車の車が売却できないんですよね。昔なんか売却できたような気がするんですよね。まあ同じ車とかね、まあダブったりしてる方とかもいると思うんですよね。で、邪魔だから売りたいなと思っても売れなかったと。で、
今後、まあ、今回のあれでは入ってないみたいですけど、車の売却なども追加予定と。これはちょっとね、マキオさん的にも嬉しい。うん、まあ、車ゲットしてね、もういらないやつは売っちゃえっていうね。で、新しい車を購入するための軍資金にするっていうね。うん、それはいいね。昔売れたような気はする。ちょっと記憶がもうね定かじゃない。いやー嬉しいな。ステイ1億円もくれた。そしてゲーム内で入るそのリワードですね、報酬額がまあ下方修正されたんですけど、そこもねまあ、ちょっとまた増やしますよと。で、ゲーム内で購入する高価なね、レジェンドか、うん、そこら辺があるんですけど、まあ、それ、高いんでね、膨大な時間がかかるんですよ。お金貯めるのに。まあ、そこら辺を、まあ、ちょっと、何とか改善しようかなっていうことも考えてますよ、ということでね、非常に嬉しゅうございます、マキオさんはね。で、あと、ワールドサーキットの後半のイベント。まあ、一応これ、公式が発表して、いる内容なんですけども、4月上旬のアップデート予定の内容、ワールドサーキットの後半のイベントで、平均約2倍の賞金を、賞金にしますよと、増加させますということですね。うん、で、次に、サーキットエクスペリエンスをオールゴールド、オールブロンズでクリアした際の高額なリワードの設定をしますと。サーキットエクスペリエンスって確かね、あ、まだクレジット1億入ってないね。なんかチケットがもらえるとか、なんかそういうこれかな、ミッションのことかな、エクスペリエンスってちょっとわかんないんだよね、まだ全然進んでないから。これかな、いや違うな、エクスペリエンスって書いてるもんね、サーキットエクスペリエンス、うん、なんかあるんでしょう。まあそれの報酬が上がりますよと。はい。で、オンラインレースでの賞金も増額しますと。ちょっとまあ、後々ね、オンラインは後でやっていくつもりなんですけどね。まだ負けよさんね、今、ライセンスをゲット してる状態なんでね。まあ、ちょっと家に帰ったばっかりでね、もうほんと、負けよさんちょっとお疲れモードでね、ちょっと、ゆっくりしておりますけど。で、続き合計8イベントの1時間耐久レースをミッションに追加すると。これが面白いね。うん。1時間耐久レース。うん。1時間ぐらいだったら、ちょうど、配信向けか。ちょっと今日は1時間耐久レースやりますっつってやれますね。これはちょっと嬉しいな。まあ雑談しながら1時間。うん、また、これらのイベントにはより高額なリワードを設定と。いいですね。で、プレイヤーウォレットの無償ゲーム内クレジット上限を20億クレジットから100億クレジットに増減と。うん、20億しかマックスなかったんだね、これ。知らなかった。6000万円しかまだないからね、マキオさん。100億か。おほほ。で、一度に表示されるユーズドカーおよびレジェンドカーの台数を、あ、増加。あ、なるほどね。そういうことね。ユーズドカーが少ない表示しか、ね、毎回一日一日ないから、それが多くなれば、まあ、会える頻度も上がると。確かにこれ少ないよね。うん、これだけだもんね。まあ、この表示が例えば2倍ぐらいになれば、お目当ての車が2倍、お目にかかれる可能性があるということです。あ、カローラレビン、あるね。高いんだよね、中古ね。
カロラレビーね、うん、86買おうかな買おうかな。86レビン買ったら、あと豆腐屋のね、あの張り紙とかあるから、それ貼っつけれるね、多分ね。まあだけど、まあまあまだいいか。一通り、ライセンス終わってからなんか見繕いましょう。で、時期は未定ながら4月以降のアップデートでは以下の内容を実装予定と。まあ時期はちょっとまだわからないけど、またさらに実装予定の内容がありますと。それがライブサービスとしての成長に伴う期間限定のリワード増加。ん？ライブサービスとしての成長に伴う期間限定、なんか期間限定の、まあこの今のこういう期間で、賞金がすごい高くなりますよっていう、なんかそういうのがあるのは入れようかなみたいな感じなんですかね。ワールドサーキットへのさらなるイベント追加。ワールドサーキットへのさらなるイベント追加と。まあ、なんかイベントが増えますよと。24時間レースを含むミッション、イベントの追加。あ、24時間レースを含むミッション、イベント追加と。はいはいはい。まあ、ミッション、イベントがまた追加しますよと。オンラインタイムトライアルモードの追加。トライアルモード、オンラインで。トップタイムとの差によるリワード獲得と。面白いですね。まあ、このコースで、このレギュレーションで、なんか、オンライン上で、タイムを競い合うと。面白いな。車の売却を可能にする。これはちょっとね、嬉しい。うん。これは嬉しいね。うん。いや、まあ、あって当たり前だと思うんだよね。うん、昔あった記憶はある。記憶違いかな？別のゲームなのかな？うん、うん。まあ、4月以降、まあ、時期は未定っていうことなんで、まあ、車ね、早く売れたら嬉しいですね。中古屋さんがあるんだからね。売れていいよね。これらが実装されれば、前回のアップデートで、現れた不満はかなり解消されるのではないだろうかと思いますという内容になってますね。で、山内氏が言っております、最後にね。代わりに牧雄さんがね、言葉にして、メッセージを伝えようかなと思いますよ。皆さんからの貴重なご意見に改めて感謝いたします。コミュニティの声に耳を傾け、皆さんと一緒に、最高のレース体験を作っていきたいと考えています。以上そんなことを申しておりますよ。開発人のスタンスを説明という感じで、まあなんかブログにこれ掲載してあったみたいですね。はい、なるほどね。いやー、マケオさんは嬉しいよ。それよりも1億クレジットこのお祭りでねもらえたっていうのがね、いろんな意見を、代わりに言っていただいてね、ありがとうございます皆さんね。どこでもらえるんだろうね、うん、どういう、あ、周知の不具合についてって言ってね、それはわかりませんが、まあそんな感じでね、ちょっとアップデート、緊急アップデートがありましたと。で、いろいろ改善いたしますよと。で、さらに1億クレジットゲットしました。ありがとうございますという放送でございました。それではまた。